さて現在2位につけています望月のり子オリンピック代表です。東京二階堂高校2年朝日生命体操クラブです。1回目プエルボ跳びですね。やはり高さがありますね。しっかりと両手の突きが生かされてますんで、確実に高い位置で回ってきます。跳馬というのは第200でいかに高く飛ぶか、はい、これがやっぱり勝負ですね。ですから審判が見ている視線があるんですね、はい、その視線よりパッと顔を上げさすというのが一番のポイントなんですね。なるほどね。ですからやはり技が難しいことをしてもやっぱり審判の目っていうのは慣れているんですよね。常に一定した視点で物事を見てますんでね、そこからパッと浮きますとね、あすごいという感覚を審判に与えるんですね。そういうところがいいと思います。1回目 9.65 高い得点です。さあこれから2回目です。昨日の自由では9.65をマークしています。さあ2回目着地決まりました。いいですね。まあ笠松跳びといいますかね、はい、塚原跳びの抱え込みでの1回ひねりか、まあ、どちらか難しいところですね。あこの表情ですから、おそらく満足できたのかもしれませんね。今の場合飛躍の高さがありましたし、はい、十分着地を読みながら降りてこれるだけの余裕がありましたね、はい、まずまず最高の出来ですね。現在持ち点では第2位につけています。トップの篠田とその差が 0.175。 やはりオリンピック代表ですからね、はい、それだけの気持ちは持ってると思うんです。ここで負けられないという気持ちとやっぱりあっていい演技でしたんでね、ああよかったというところじゃないですか。それにあ出ますね 9.65 です。1回目が 9.65、 2回目も 9.65、 したがって平均得点 9.65 です。高得点です。現在持ち点で第2位につけている望月のり子、最初の跳馬で 9.65